どうも僕です。94年の J リーグを勝手に振り返ってみたいと思います。今回はベルマーレ平塚です。今の湘南ベルマーレですね。94年に J リーグに加入しました。能力高い若手が多かったイメージです。駒枝監督とニカノールヘッドコーチの二刀体制でしたね。ゴールキーパーはね、古島の怪我の時にね、この小島が正ゴールキーパーの座についたという形でしたね。夏香はね、この年ベスト11にも選ばれています。右サイドは奈良橋ですね。日本代表にもなりましたね。左サイドはね、もともと岩本だったんですけど、セカンドステージからね、クモンに変わりました。僕はね、真剣ゼミだったんだけどね。ボランチはね、田坂です。この年新人王に選ばれていました。外国人もね、ビッグネームじゃないけどね、結構ね、いい活躍しましたね。エジソン、そしてね、ベッチーニョね、この年ね、24ゴールをマークしてね、ベスト11にも選ばれています。そしてね、2003年にはね、レジェンド・オブ・ベルマーレにも入っています。この年ね、ファーストステージは11位だったんですけどね、セカンドステージは2位でしたね。優勝のヴェルディとはね、得失点差3ということでね、惜しかったなぁ。当時湘南のね、暴れん坊と言われてました。95年のね、元旦の天皇杯でね、優勝しています。野口も決定力ありましたね。いいフォワードだったなぁ。2018年のね、ルヴァンカップを制覇してますけどね、ここのところね、 J1、J2 を行ったり来たりなんでね、また J1 で優勝争いできるチームが見たいですね。クモンと鈴木保奈美は同じ高校の同級生だったよ。